公中王者虫キングザックの冒険編は、大瀬よしによるセガのトレーディングカードアーケードゲーム、公中王者、虫キングをモチーフとした漫画家作品。小学館、別冊コロ,コロコロコミック2004年4月号2008年2月号、及び、月刊コ,コロコロコミック2005年2月号2006年10月号で、並行連載された。単行本は、全8巻。 架空の惑星デカイアで、主人公であるザックが、お宝を探し求め続ける一方、もう一人の主人公であるカブトマルが、虫キングを目指し、それぞれのライバルや敵キャラクターと戦い、成長していくというストーリーである。大いなる世界デカイアには、遥か降るから、インセクトの展示に登るべし。さすればその身に、神の力が宿り、光虫王者になるであろう、という伝説がある。 お宝を求め世界を駆け回る財宝ハンターのザックは、お宝探しの途中、ふとしたことより侍甲虫カブトマルと出会う。カブトマルはザックに、拙者を、インセクトの天寿へ連れて行ってほしいと頼む。カブトマルもまた、イニシエから伝わる、甲虫王者伝説を追う、カブトムシの一人だった。ザックは、甲虫王者伝説に、あまり関心を示さなかったが、 カブトマルをお宝探しに利用できると打算し、共に旅をすることを決める。メッサーノとの戦いを得たザックたちは、謎の老昆虫、チャンジーと出会う。チャンジーは、昆虫王者にまつわる三つの宝石を集めれば、虫キングになれるといい、ザックたちは、ノバの日記を手に入れる。さらに、虫キングにまつわる三つの宝石を集めないと、虫キングになれず、地球は、 1> 約一年後に破滅するという事実を知る。ザックの旅に、新しいパートナーが登場し、ザックと、カブトマル、ヤイバ、そして、チャンジーとイーアルたちの冒険が再び始まる。ゼノン帝国大陸一の勢力を誇る、軍事大国で、武力による、世界統一を目論む。皇帝は、ゼノン13世。頂上にたどり着いた者が、虫キングになれるという伝説を持つ、 巨木、天示のある巨大な島。周囲の海はいつも荒れており、外部から入るには、アリノスの迷宮を通った方が早い。パーティーライバル第2部にはあまり登場しない。ザックが使用する秘密兵器。2004年12月24日、発売 ISBN40 億9143万27192005年5月27日。 発売 ISBN40 億9143万27272005年9月28日発売 ISBN40 億9143万27352005年12月17日発売 ISBN40 億9140万4852006年3月28日 発売 ISBN40 億9140万12872006年7月28日発売 ISBN40 億9140万17912007年1月26日発売 ISBN9 兆7840億9140万24552008年1月25日 発売 ISBN 9兆7840億9140万4381この2話の話はシリーズのファン層拡大のために作られた月刊、コロコロコミック2004年9月号から2004年10月号まで掲載された読み切り版ありがとうございます